富岡駅は福島県双葉郡富岡町大和普津浜技蒲田にある東日本旅客鉄道常番線の駅である福島県で最東端に位置する駅である二面三線のホームを持つ地上駅ホームと駅舎の間は古戦橋で連絡している当駅は東北地方太平洋沖地震とその津波で全壊したそのため JR 東日本は 津波対策などを施した上で駅を震災前の位置より北に100メートルほど移設し、交通広場と共に整備して復旧させている。岩木駅管理の無人駅。離せる指定席券売機が設置されている。震災前は、社員配置駅で緑の窓口、自動券売機、キオスクが設置され、当駅を四十儀とする列車があった。 2017年10月の上磐線達大駅、富岡駅間の運転再開に合わせて、物販、飲食併設店舗の桜ステーション木の根が開店。なお、この店舗は、新型コロナウイルス感染拡大などの影響を受けて2021年10月31日での閉店が決まった。JR 東日本によると、2000年度から2018年度の1日平均乗車人員の、 水位は以下の通りであった。震災前の駅前富岡町は双葉郡の中心をなす大きな町である。町の中心部からは国道を挟んで離れており、海が近い。当駅周辺は福島第一原子力発電所事故以降、2013年3月25日に警戒区域から避難指示解除準備区域に行使自由に立ち入り可能となった後、 2017年4月1日に避難指示を解除された。駅前の富岡駅前停留所から新庄版交通の町内循環、岩木、川内、浪江方面の路線が発着している。報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。